ルーズベルトゲーム。まあそれにしてもね、今の日本では野球よりもサッカーの方に視聴者の興味はいってるだろうけど、でもサッカーのワールドカップ日本の初戦ね、まさかコートジボワールに負けてしまうとはね。これで決勝トーナメント進出っていうことには、残り2試合決して負けることは許されなくなった。でドラマルーズベルトゲームの方は、負けたら敗部の野球部が都市対抗の地区大会で敗者復活というか、第二代表を目指して奮闘中。そして案の定、最終的にあの逸話電気を倒さなければいけないっていうシチュエーションにで、ところでドラマの合間の CM に提供スポンサーの東芝の野球部が登場ね。7月に行われる今年の都市対抗野球大会に出場が決定したっていう報告も兼ねてのことなんだけど、まあせっかくね、社会人野球をテーマにしたドラマを見てもらってるんだから、視聴者の皆さんに現実にも目を向けてもらって、できれば応援に来てもらえたらっていう意味合いも含んでるはずね。ということで、そんな東芝野球部の監督の経験もある社会人野球を中心としたノンプロの組織、日本野球連盟の副会長鈴木義信さんが、公式サイトで社会人野球の意義や現状に関してこんなコメントを。企業がスポーツチームを持つ意義には3つのポイントがあります。1つは従業員の士気の高揚、一体感の醸成。2つ目は人材の育成。3つ目は地域貢献、社会貢献です。もちろん試合に勝つことは会社のイメージアップにつながりますし、大きな使命かもしれませんが、ユニフォームを脱いだ後の頑張りに期待しているというのが大きいです。またチームが地域の財産となれるよう社会貢献していくことも重要な役割の一つです。東京ドームで行われる都市対抗野球大会が社会人野球を象徴しています。各企業の社員だけでなく、その家族や地域の方々が大勢応援に来てくれます。都市対抗の応援はとにかくすごい。純粋に応援を楽しみにしているお客さんもいるほどです。他では見られない独特な応援です。 JR 東日本の一文字や、東芝だったらサザエさんの応援とか、それと都市の代表ですから、くまモンなどのゆるキャラが応援ステージで踊ったり、それぞれの企業や都市の特徴ある応援ばかり。スタンドとグラウンドが一体になるのが都市対抗の魅力の一つでもあります。応援に来た数万人の応援団と一緒になって社歌を歌う機会はなかなかありませんよね。会社のトップも応援に来ていただいて、社員、家族、関連会社、取引先まで一つになって応援する姿を見て、一体感を体感されていると言います。青島製作所野球部もたくさんの人が応援に来てくれているシーンがあり、都市対抗の雰囲気が感じられましたよ。なるほどね。まあ最後の試合のロケの時もね、2日間でなんと延べ7000人ものエキストラが観客として参加してくれたそうで、かなり迫力のある絵が撮れてるとかね。最終回が待ち遠しいで、そんなルーズベルトゲームには今回もあの方からメールが。喫茶店とか居酒屋とか、野球の試合の後はどうしてみんなで食事をしたがるのか気になって仕方がない今日この頃、皆様いかがお過ごしでしょうか。なにわのフォレストガンプです。ルーズベルトゲーム第7話、よくもまあこんなに劇的な試合ばかりが続くものだと感心してしまいます。それにしても初回から打球が顔面に当たってピッチャー交代という展開もまあ少ないでしょうね。いわゆるピッチャー強襲のヒットで生涯打率を稼いだ選手といえば、アメリカ大リーグのタイカップです。その選手生命を描いた映画といえば、トミー・リー・ジョーンズが主人公を演じた、そのものズバリの題名であるタイカップを思い出します。日本ではこじんまりとした公開であったものの、実在の野球選手を描いた作品としては見応えがあったと記憶しています。その秘密は、この作品の監督、ロン・シェルトンにあります。この監督、他にもサヨナラゲームやゴルフを題材にしたティンカップなどスポーツ映画が多いのです。で、驚くのは、もともとは野球選手でマイナーリーグで6年間活躍した経緯を持つという変わり種の映画監督なのです。怪我をしたということではなく、単に力不足でメジャー昇格を諦め映画の世界に転身、スポーツ映画を中心に花を咲かせたというわけです。だから野球の世界を描くにも選手の心情を細やかに描くことが得意なのです。
ロン・シェルトン監督のスポーツ映画を見るたびに、どのようなスポーツでも選手を辞めた後が大事ということを改めて実感させてくれる、そんな監督なのです。ルーズベルトゲームもいよいよ最終章です。たとえ野球を辞めることになったとしても、それぞれがどのように生きていくのか、ということを注目したいと思います。なるほどね。うん。ということで、何はともあれ、ルーズベルトゲームもクライマックス。最後までしっかりと見届けたいと思いますね。はい。